よし、よっ、よいしょ、お疲れです。行きました。訪問着。お太鼓の代わり結び、はい、第2弾、はい、やっていきます。はい、これ見てほしいポイントは？見てほしいポイントは、はい、ここのひだの作り方と、とこのお太鼓、タレからお太鼓にかけての作り方ですね。おお、はい。普通の二重太鼓とはなんか違うもんね。ちょっとね、はい、違いますね。ということでこれやっていきましょうか。はい。はい、それではオープニングスタート。よいしょ。使用するものは帯、帯揚げ、帯締め、帯板、枕、仮紐1本、ボタンゴム2本です。はい、では帯の仕込みをしていきます。まずは手先からです。手先を小柄三角に折り上げます。で、バイアスひだをしていきます。で、このまま反対側も同じ高さになるように膝を取っていきます。で、止めておきます。で、このままこれをこっちへ持ってきます。この根元を斜めになるようにって感じで置きます。で、そこへ置きます。真ん中に置きます。で、そのまま両サイドから持ってきます。はい、では、ゴムをかけていきます。ボタンゴムを使用します。バツ掛けするように止めてください。で、クリップを外します。ここをゴムにかけていきたいので、ちょっとこれを引き出します。引いてぐるっと回します。回したものをゴムに、引っ掛けます。で、ここに5分に引っ掛けた後、こういうところをきれいにしておきます。はい、次は垂れ先の仕込みになります。垂れ先のこっち、自分から見て右側をまた三角に折って、初めと同様にバイアスで膝を取っていきます。手先で作ったこっちのと同じ長さぐらいの、ここの同じ長さぐらいのところでゴムをしておきます。また同じくボタンゴムです。はい、こんな感じです。はい、では帯を巻いていきます。まずは左脇から入れていきます。
で、体周りは左の脇の下です。で、手先の処理をしたいので一旦帯が落ちないように左で留めておきます。このひだはくるっと回転させて、こっちが左側、これが真ん中になるように置きます。で、ここの周りの手先はきれいに沿わせます。沿わしたここで止めておきます。で、このまま一回締めます。ここで帯板を入れます。で、もう一度締めます。ここのピンチを外して左の下に留めておきます。で、上を少し折って、下から斜めに2回折ります。ここで手先をギュッと上げます。で、この手先に仮紐を当てます。で、帯と伊達の間に落としておきます。では、垂れ元を広げておきます。垂れ先をぐるっと回転するようにして、次この羽が右側に来るように仮紐の手前と真ん中を2本とも取って、下から上にかけます。で、大体同じ長さにしておいてください。で、次は枕です。ずっとこう斜めにひだがなってるんですが、枕は、布目が通ってるところにまっすぐ置いてください。このひだの根元をぐっと上に上げるようにして、枕をしっかりつけてください。では帯揚げをかけていきます。で、次はタレを決めていきます。で、このままお太鼓を作っていたらすごく斜めになるので、布目が通っているところでタレを作っていきます。両サイドをピンチで留めておきます。で、このまま中は全部上に上げます。で、そのままお太鼓を作っていきます。で、帯締めを入れていきます。はい、では帯揚げを結んでいきます。帯揚げの詳しいやり方は上のカードか下の概要欄に貼っていますので、そちらを参考にしてください。はい、では綺麗綺麗していきます。
ひだをきれいに整えていきます。で、横から見えるようであればこれは内に折ってください。ないの。はい、お疲れ様でした。今日もお疲れ様。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、今日のちょっと解説お願いします。はい、今日は、はい、ここのひだは意外と簡単なので、これをマスターしていただくといろんなものに使えますので、お結構利用できると思うんです。お、はい、いろんなアレンジができると。はい、できます。はい、発見したね。だよね、そうなんですよ。でちょっとこれを使っていろいろちょっとやってみようかなって思ってます。お、はい、ということはこれのレパートリーが増えることやね。そうですね、これベースやね。これベースでちょっと何パターンか作ってみようかなと思って。これベース、これ一つ、これで一つ、これで一つ、これで一つ。お、手先で作ったひだの方ですね。ああ、はい、やっとったね。はい、はい、それをベースにちょっといろいろと。じゃあこっちが変わってくるわけね。こっちももちろん変わるし、こっちも変わる。うん、こっちももちろん変わる。おーい。はい、わ、はい、かりました。はい、ということでまた、まあ、次回以降、はい、また広告期待ということで、はい、いろんなものできるみたいなんで、はいはい、期待しましょう。はい、はい。ということで、あ、メイメロジア、はい、どうぞ。はい、行きますね、今日も行きますね。はい、何が来るかな。もう待ってんもんね。さあ、着きました。はい、はい、それでは、行きます。はい、ここちゃんとしなきゃ。メイメだ。息切れへんって。え？これここ見てちょっときたの、これ、うん、この下にカエルおったら、雨のこのカエルが雨降った時に刺す葉っぱ、あれハスの葉っぱ、うん、これそれに見えたの、これが、うん、なんでハス、はい、うん、じゃこの次回もね、このハスのアレンジをいろいろやってもらいたいと思います。はい、はい、次はハスになるかな、どうかな。あ、ここは一緒じゃない、形はちょっとちゃう、ちょっと変形したりアレンジしたり、はい、いろいろしてみたり。わかりました、しようかなと思ったり、はい、です。じゃあ、お任せしますので、はい、またよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、終わりましょうか。はい、はい、それでは皆さんお疲れです。よいしょ、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。